皆さんこんにちは。今回は先手番でやっていきます。相振り飛車。あ、もう絶対角道止めてくる。これ角道止めてこなかったらもう切腹もの。うん、完全に切腹。いや、どうせ止めますから、この後。相手の方ね。うん、ちょっと様子見て止めるんでしょ。止めてこなさそう。止めてこなさそう。止めてこなさそう。しかも、端歩受けてないんですけど、相手の方。端歩受けてないのちょっとなんかエロいな。これ穴熊してくんのかな。いや、穴熊説あるやん、これ。エロいて。ちょ、今の世の中穴熊とかエロすぎるわ。違うんかい。端ば、受けるんかい。まあ、こっちも、受けなかったから端の位取る手はあったんですけど、ちょっと端棒銀見せたいなっていうのもあったので、受けてもらった方が、こう、銀出て、歩突き同歩同銀で攻めていけるんで、端棒銀しやすいんですよね。だから、ちょっと様子見てたんですけど、まあ、受けてもらえたというか、受けてきたんで、まあ、端棒銀見せながらやっていこうかなと、思っとるわけですけれども、金上がって、まあ、地下鉄飛車みたいにしていくんですかね。ええ。そういう感じで行きましょう。はい。てか最近コンビニにあのアイスの層ってあるんですけど、それのマスカット味が期間限定発売されていて、あれバカうまい。うん。あれうますぎるわ。僕あれのために生まれたんだなって思いましたね。うん。何のために生まれたんだろうって思ったんですけど、あれ食べるために生まれたんだなって。思うぐらいうまかったですね。はい。というわけでぜひ食べてください。あれ食べると気力が2段ぐらい上がります。1級の方は2段になれますし、5段の方は7段になれるということですね。だから僕もまああと1ヶ月ぐらいしたら7段になってますね。気づけば7段になってる。何それ。筆追い返すと。まあでもな、歩つくのもな、なんか形悪いんよな。まあいっか。ここは桂馬が跳ねる場所でもあるんで、歩ついちゃうと桂馬跳ねれなくなるんで、そこがちょっと微妙なんですけど、まあまあまあ、いいでしょう。銀を追い返さないと、あの、歩突きからちょこちょこ動かれるのも気持ち悪いんで、ちょっと追い返しとこうかなっていうところですね。銀引くのか、上がるもまああるよな。上がって、歩ついてまた追い返されるのが嫌やけど、ここに引き場所があるんで、あー、そっちできたか。まあこれはもう一回追い返そう。気持ち悪いから。気持ち悪いんで、これなんか角とかでな、銀狙っていけそうやから、あれやけど。まあ角には銀でも飛車でも受かるか。まあ狙い通り端棒銀いっときます。とりあえず端棒銀で、芝生シフトにして。珍しく時間で勝ってる。時間で勝つか。皆さんに将棋ウォーズで時間で勝つ方法お伝えしちゃいます。一番説得力のない男が語る将棋ウォーズで時間勝ちする方法、そういう動画上げていく。うん。昔はな、よく時間勝ちしてたけどなーって言おうと思ったけど、それ3切れですね。3切れだと時間勝ちすることあるんですけどね。うん、昔あんま10切れやらんかったからな、正直。昔は3切ればっかやってましたね、将棋ウォーズやるときは。なんか時間使ってじっくりやるなら2-4やろうかな、みたいなところあったんですけど、最近マジで2-4触ってないな、もう半年ぐらい触ってないかもしれん。あー、どうやろ。なんかちょっと前になんか気が向いて1局ぐらい触った気もするけど。まあ、ほぼほぼ触ってない。で、相手の方は歩で来ましたね。これ、歩ついたらどうなん？同歩に角打ち。手筋ですね。角成り狙って。受からんくね？つまりは勝ち？つまりは勝ちってことでいい？あー、でもちょっとエロい手見えたな。歩突きにはもしかして角狙ってる？歩なれるけど、香車取れるみたいな。でもそれそこで桂馬跳ねれば、馬閉じ込めつつ飛車で馬取りで、ここに残ってると金が大きいから勝ちな気がする。うん。大体勝ちでしょ、それは。
まあ、金とかで辛抱された時がわからんと思ったら、角打ちで飛車銀両取りで勝ち。そこまで読んでました。生まれる前から読んでました。はい。生まれる前から読んでましたね、そこは。まあ、なんか、金上がるとかいうゴリラ受けもあるかもしれんけど、それはさすがに指しにくいでしょう。同歩は角打ちがあると。でも、ここの地点突破されると困るんで、ここを受けたいと。とはいえ、金上がってここを受けると、角打ちがある。だから、金上がってここを受けようっていう発想はあるんですけど、まあ、ちょっとゴリラが過ぎるよな、それは。玉が薄すぎて。さすがにゴリラって感じがするんで、ないかな。でもこの間 JT 杯で菅井さんがなんか金もりもりやってたけどな。まあでもその時もこの金をもりもりしてたもんな。この金は、こっち側の金は玉にくっついてたんで、さすがにちょっと状況が違うか。ああ、同歩。え、角打ったらなんかある？まあ、しょうがないってことかな。でも、角もな、確かにちょっと狭いんよな。え、というかさ、角打って、金上がられて、下手にこっちとかなると、金上がりで馬詰むんか。いや、だから思ったより狭いねんって。でも、角に金上がりはこっちなれば、こう、こうの逃げ場所があるから大丈夫か？こういうの指す前に読めよ。バカなんか？まあ大体耐えでしょう。感覚的に耐えてる。感覚が馬が助かってるって言ってる。もう感覚が言ってくるもん。助かってるよって。そうやって感覚に頼ってるから勝てないんですけどね。ゲーミングはちょっとファイターすぎん？ひげー。てか、これ、いろいろファイターすぎる気がする。そもそも、角成りが桂取りになるのが危なそう。あと、角成りの銀取りの時にどう受けるのか問題を提唱した時に、なんか、まともな受け方なくない？なくなくなくない？まあ、角なったら飛車回るんか。でも、馬寄った時が飛車桂両取りやけどな。あと、なんか、それ手順にこの歩取れるんで、この桂馬を跳ねる土台が取れるんで、この桂馬が取りやすそうですね。ここで角なると、この歩がいるんで、ピョーンって桂馬さばかれるんですよね。まあ、それでもいい気がするんですけど、一応桂馬をさばかれちゃってるのがどうかっていう説がある。だからこっちで行くか。これ受けにくいでしょう。ねえ。辛抱二郎がすごい。それは辛抱二郎。いやー、でもそれ、辛抱二郎になってんのかな？やっぱ辛抱二郎を召喚するときは、辛抱な手だけど、ギリギリ踏ん張ってないと意味がないんですけど、これ銀出たときに踏ん張れてない気がするんやけどな。銀出て、同銀なら角の方取れますし、とはいえ放っといて銀取る手があるんですけど、これを受ける手が、ああ、でも銀出たら飛車回ってここに紐つければいいのか。まあ、それも取って、同角に銀打ちが飛車角両取りやけどな。まあ、でもそれ同角同馬に歩とかでなんか玉頭ズドーンでボン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 ボーンって感じでしばきに来るんかな。まあまあまあ、ここが不安定な形なんで、下手に触らなくても、そのうちたたりそうなんで、まあ、別の弱点狙うか、系統で。とか気づいたら時間負けてるし。なんでな。どうしてそうなってしまうん？どうしてそうなってしまうん？でもな、なんかこれ時間節約したらどうですかってコメントでいただくことあるんですけど、確かにそうかもなと、僕も思うことあるんですけど、動画撮らずに刺すとき、なんかもう、ペペペペペペみたいな感じで時間使わずに刺すことあるんですけど、その方が勝率多分低いんよな。いや、それ、べべべべべって言いながらやってるから負けてるんじゃねっていう説はあるんですけど、それは大いにあるんですけど。これさ、角出られるんですけど。まあ、銀取り残るから一回角には玉とか桂馬とかで受けとけば。角出ちゃうと、
銀取りと歩成りの両狙いが残っちゃうから、まあ相手の方もやりにくいか。てかそれ気にするなら歩垂らせよ。ねえ、なんで歩を垂らさなかったんでしょうか、この男は。玉上がると角成り残るの気持ち悪いから桂馬使う。でもなんかそれもな、桂馬狙われて嫌な気がするけど、まあいいでしょう。いいんじゃない、知りませんけど。まあ一回銀で助けてくるか。銀で同馬なら同角なんで、ただまあ馬引いた手が角取り、ただまた銀上がって角に紐つけつつ馬取りにしてくると。まあそこで馬逃げといてどうかですかね。まあ馬逃げとけば歩成りもどっかで狙えるんでね。まあ結構この二つがな、チューブラリンやから、まとめきるのは無理なんじゃない。まとめきるのは無理でしょう。ね。無理だと言ってくれ。いや、絶対無理。どうせ無理。暗示かけていこう。自分に暗示をかけることで、相手に伝わって、相手も無理だと感じる。そういうスタイル。まあ、これ、ウォーズなんでそんなことありえないんですけど、これ、リアル対局だと結構ありますよね。いや、なんか暗示かけるわけじゃないけど、なんか自分が全く気づいてなかったら、相手も気づかないというか、なんか自分が気づいちゃうと、うわ、苦しい、うわ、これあるみたいな雰囲気がどうしても出ちゃうんで、それを見た相手は、え、この局面なんかあんのかなみたいな探し始めて、あ、そんないい手があったんですね、みたいな感じで、なんか指してくることがある気がする。実際のところは答え合わせはしたことないんで知らないですけど、そういうリアル対局ならではの雰囲気みたいなのはある気がする。まあ引いときますかね。引いときますかね。ちょっとここに引くと銀が馬取りになるんで、あー、これ角引いた風で角詰みとか思ったけど全然取れるんですけど、お病気かな。まあでも桂馬で受けといて、これで次に風打つ手と馬で歩取る手と見せていけば、まとめきるのは人間には無理やけどな。これ正直対ソフトでも自信ありそうな気がするんですけど、この局面でも対ソフトやったらどうせ負けるんやろな。そんな弱気なこと言っちゃダメ。いやー、いい手やん。対ソフトじゃなくても負けそう。それいい手すぎる。待って、歩打とうと思ったけど一回飛車走られんのか、馬取りで。それだるいな。いや、馬で歩紐つけるとかはちょっと頭おかしいんかな。いやー、ちょっと頭おかしいよな、それ。いやー、でも取られたら嫌なんで紐つけるか。でも馬がここに固定されちゃって、こう、馬で歩取るとかできなくなるんで、ちょっと病気寄りな気もするけど、まあまあ普通か。こっちの理想プランはこの金が遊んでるんで、グイグイで使っていく感じですね。グイグイで取れれば、必勝。このゲームには必勝法がある。金グイグイを間に合わす。間に合わす。間に合わせていけば。間に合わせていけば勝ちよ、そら。グイグイで。グイグイ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 。はい、時間かかってる。おーつって、はい、グイが間に合うんですね。その身の囲いの一手も大きいですけど、その金を上がる手の価値が1万円ぐらいあると思うんですけど、こっち5億ぐらいあるんで、はい、勝ち。あー、でも金とか使われんのだる。金で使われんのだる。いやー、それだる。馬逃げて走られる。あ、だる。まあでも飛車走って歩で押さえるか。あ、押さえとけばいいんでしょ。もう全押さえの姿勢でいく。全押さえの呼吸で。全押さえの呼吸いっとくわ。もう手厚さ重視で。もう手厚さだけで勝つ。そういう大人に私はなりたい。歩突きは同金。桂跳ねはなんかわからん。歩突くと角覗かれるのがだるい。まあ、覗き魔やめて、ほんま。次、歩とかだるいんかな。ちょっと端角消そう。これほんまか？もうでも、ここまで来たら何もさせないのがいいんじゃない？駒の損得は一歩得で、あー、そここちょこちょしてくんのか、だるー。ああ、そここちょらーなんですか、相手の方。いや、そのこちょらー嫌やな。こちょらー。
わ、コチョラーやん。まあ、もうこっちもちょっと箸攻め合い見せるか。なんか相手の方の攻めを切らすっていうのが無理な気がしてきたんで、ちょっともう攻め合いでいきます。OK? あ、ちょっと待って。さっきから攻めが痛すぎるんですけど。逃げてく?まあ、ギリギリ桂も跳ねれんのか?でも桂跳ねも来るよ。同級院?なったら同飛車よ。はい、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 はい。あ、でも待って、桂馬跳ねられるやん。玉引いたら、飛車の横撃なくなるから、あ、でもまあ一応銀取りが残ってんのか。もう何も見えてない。でも相手の方もこれ銀取り見えてなかった可能性ない。そんなこと言うのは、失礼はあれなんですけど。じゃ、これあるんよな、結構。なんかお互い、それうっかりすんのみたいなことって結構あるんですよね。旗から見てたら、それ、あるやん、みたいなあるんですけど、対局者お互いその筋が見えてないって、プロでも結構ありますよね。感想戦で。意外とシンプルな手がお互い見えてないってことが、これまあもう馬取っちゃうか。いや、冷静な人は一回逃げるんかな。あー、まあでもそうですね。馬取れると、こっちの玉が寄らないんで勝ちそうですね。ありがとうございました。皆さん、こんにちは。恐怖の吸引者。恐怖の吸引者ですやん。いやー、しかも2手目3、7、8、じゃあ初手7、8飛車とかいう癖強めの。癖強めの。か初手7、8飛車を猫騙し戦法っていうことを最近知りましたって言おうと思ったんですけど、それ前も言った気がしてきました。はい、やっていきましょう。初手7、8飛車に何していこうかな。何でもいいんですけどね。まあ、歩ついて様子見ます。これは角交換系の振り飛車になるんかな。歩ついて角上がってみたいな。まあでもこれで角交換すれば角交換振り飛車になるけど、こっちも玉囲うと歩突きから普通の振り飛車に戻される可能性はあるので、なんとも言えないとこですね。しかもこっち端歩ついてちょっと穴熊の可能性減ったから、歩ついてなんか、普通の振り飛車してきそう。この端歩は受けた方がいいのかわからんけど、とりあえず受けとこう。わからんときは受ける。そういうゲーム、将棋って。将棋ってそういうゲームなんで。で同玉もなぁ、ちょっと危ない可能性あったけど、同銀は壁になるし、ちょっと気合で同玉で取ってしまいました。で、左美濃にして。これなぁ、でもそういうことされた時に、これ玉の小瓶が開いちゃってるんで、耐えきれるか怪しいよなぁ。怪しい説ありますよね。まあでもちょっと歩ついて反撃筋見せて、歩突き同歩同銀ならやってきたし、もうやってくるもんか。まあこんなんひるんでたら負け。ノータイムで書く。大体このライン先着しとけば勝ちなんですよ、このゲーム。はい、取って。同銀?はい、勝ち。これ手筋。同歩なら歩って、え?何それ?何それ?何それ?あ、同飛車なら書く?で、飛車寄ったら桂跳ねて、角ボロリンチやけど、桂ならずが金の両取りって、どんな対応力してんの?君どんな対応力してんの?いや、でもそれ大丈夫、それ大丈夫、それ大丈夫。それ大丈夫よ。角打ったら寄って、はい、勝ち!あー。負け。え、負けやん。ちょっと待って。それ受ける、そうか。それ受けなあかんこと多すぎて、耐えきれない気がする。桂ならずと、あ、違う、桂ならずじゃない、桂跳ねと、飛車なりの両方が浮かんないんで、これ、いわゆる死ってやつ?死ってやつ?もしかして。切るぐらいか、桂ならず受けるためにとりあえず切って、これなら飛車なる前に同銀って対応するしかないと思うんですけど、そこで金寄って受けるぐらい。え、きちょすぎん?桂馬逃げたら歩なり。まあ、角で反撃?歩なりなら角なりで攻め合おう。え、それなら取っといて。どっちで取るか問題あるけどな。金で取ると、なんか後々角いじめられて、こっち行った時に金ボローって取られるし、角で取ると飛車なられちゃうんで。
でもちょっと金で取るのは格いじめられて怖すぎる気がするからこっちかな。逃げます。しゃーなし、しゃーなしの逃げ、しゃーなしの逃げで生きてどう。きついね、シンプルにきついです。はい。でもこれってさ、なんか角とか打って竜追い払って歩打てば成銀積んでない？今歩打つのはここ入られてダメなんですけど、角とかって竜追い払えばこう入る手がなくなるから歩で積んでない？あ、同成銀がある。同金に角取られる。全然ダメや。うんちすぎるんですけど。は？うんち案件も大概にせよってことなんですけど。死亡やん。死亡ですやん。ちょっと角かわしとく？なんか成銀入られると次角ももろとも狙われてきつい気がしたんで、これで歩打って。あーでも結局引かれてか。角でなんか両取りかと思ったけど、それ、回られて角取りか。いやでもそれはあるぞ。角打って。あー同竜、まあ同竜はまあしょうがない。もうこれ金山やけど飛車もらえるからいいや。飛車しか勝ちませんので、将棋って。いやーでもこれ飛車打ちたいけど金打ちで飛車詰む。飛車打ちたいけど角で飛車詰ましに来られるか。しょうがない。桂馬使っとこう。ちょっと飛車はタイミングを見計らって使おう。それなら、飛車打てる？でも角結局打たれちゃうか。あ、でもそこで桂馬跳ねて。同桂なら角成り同金。同飛車成りとかあるけど。いやーでも飛車角打たれて死ぬかな。それを押し2になってるんですかね。いやー押し2になっててももうちょっと打つしかわからんわ。いや早い。なんでそんな手がすぐ見えんの。てかそれ歩は歩疲れるってこと。次は角成り同金同飛車ないですね。それで金銀2枚取られたら終わりなんで、銀引きはというか普通に銀引いといたら何なんそれ。あもうどう見ても銀引きで勝ちですやん。あもうどう見ても、なんかもはや何をされてるのか分かんないんですけど、これ角逃げて何なんですか。まあ角を利かしたってことかで取れるってことか。そうやって冷静になられるときついか。竜回ったら金で詰む。なんか竜がどっか行ったら銀取れるから竜いじめたいんですけど、なんかいじめる手もなさそうなんやな。ね。ちょっと一回おちょくってみよう。一回おちょくって、で、馬作っとく。この馬の場所を作ったのが竜寄りの効果。完全に神。なんか引きつけて頑張る。結局将棋って頑張ってたらいいことあるんですよね。うん。全然なさそう。全然なさそうやけど。これでも強者打って？あー。いやーでもなー、ちょっと攻め遠のいたからなんか歩とかでさ、と金攻め見せてなんかワンチャンこうへん？あー、それが間に合うの。全然間に合いそう。いや、でも待って。違うわ。これ別に取られても同金でいいから。うん。全然大丈夫。取って同金、同成銀、同馬で。はい、使っていって。はい、と金より見せて勝ち。あ、きつ。逃げる。いや、全然あるわ、これ。全然ある、全然ある。いや、ありすぎて困る、これ。すいません、ありすぎて。あ、きつ。あーきつ。いや、ガチきつい。きついなんてもんじゃない。
同馬同角成同銀同竜は最後金打ってここに受けても銀打って竜と桂馬で迫られるとおまけ負け。死ぬ。バレるな。気づくな。あ、待って、銀同桂同桂成ってなんか玉上がれるから怪しい。これで同竜は同銀ですし、同桂成上がって。あ、全然希望あるわ。なんだ、希望しかない、これ。うん、希望しかないわ。あ、桂馬で詰み？上がって。将棋でしたね。ファイト。ありがとうございました。というわけで感想戦なんですけども、グラフはこんな感じになってます。後手番だったんで下に触れてたらこっちがいいんですけども、はい、悪くなってから一切触れてません。いやー、なんかねー、悪くなってますね。よくプロの感想戦とかでもあるんですけど、なんかもう実質将棋が終わったみたいな、もうここで将棋が終わったっていう感じ言うことあるんですけど、このグラフが上に触れてるところで、ほんともう将棋終わったっていう感じですね。まあ今回はなんでそうなったのかちょっと見ていきたいと思います。まあここが明らかにポイントなんですけど、角打たれた局面ですね。いやー、ここで終わっちゃったな。飛車寄ったんですけど、これ銀出がきつすぎましたね。いやー、なんか、これ、ここで桂跳ねとかもあるから、なんかそっち警戒して、シンプルな銀出に気づかなかったですね。うん、っていう言い訳をしておいて、で銀出られると飛車成りが受けにくいというか、まあもう受からないですかね。飛車成りが受からないですし、それを上回る攻めがこっちにないので、ここできつくなったと。なんで、この局面は角成りを防ぐよりも銀出を防がないといけないので、飛車を浮いた方が良かったみたいですね。これなら銀出る手には、この飛車をこっち取れるんで、8二飛車成と、あ、8八か。まあまあ飛車ボロッと取れるんで、いいと。ただまあ角成られてどうかですけど、まあ角なったら手順に金上がれるし、まあでも最善は角なんですね。角打って、銀に紐付けながら、相手の飛車形を狙っていって、まあ次に歩取り込む手が、角のラインが効いてくるんで、よりきつくなりますし、まあ、なかなか実現することはないと思うんですけど、筋としては、こうも切っちゃって、同飛車に角成りとか、あと、まあ、手筋としては、こう、歩叩く手もありますね。飛車横に逃げたら、この銀が、飛車で銀でボロッと取れますし、同飛車なら、そこで角成るっていう手が筋としてはあって、同銀なら、こう飛車取れますし、同飛車なら銀が取れると。まあこれ銀取りが残ってるんで、今やると銀取られて全然ダメなんですけど、まあこういう筋がいろいろ狙えるので、角打ちは結構大きいってことですね。角打ったら何してくんやろ？銀上がんの！銀上がんの！なんか桂馬の紐が外れるからめちゃめちゃやりにくそうなんですけど。角成りは飛車取られて難しいってことか。角成り気持ちいいんですけど、銀の紐が外れるんで、簡単にはできないってことですかね。一回飛車引いて馬取りして、馬逃げたら、これで銀が狙いにくくなったから、角を成ると。でもこれさ、飛車取って、飛車取ったら最後金取られるんですけど、この銀取られるよりこの金取らせた方がいいの。むず。意味がわからん。金の方が価値高いんじゃないの。まあおそらく銀をこう馬で取られると、ここに馬いると美濃囲いの急所のここに睨まれちゃうんで、それがきついっていうことだとは思うんですけど、いやー、これは浮かばんな。飛車打って金上がって、まあ馬引きつけて桂打ち狙う感じ。でもこれで形勢いいってなかなか自信持てへんな。金とかでね、頑張られて受けられて、
これ相手の方が金桂交換で駒得なんで、ただまあこの銀がバカほど遊んでるんで、そういうの考えていくとこっちの方が形勢いいってことだと思いますね。まあここまで正確にさせるかはともかく、少なくとも角打ちには飛車寄りじゃなくて飛車浮かないとダメでしたね。飛車寄ってしまったことで銀を出られて実質将棋が終わってしまって、まあ以下はもうね、いろいろ対局中は頑張って考えますけど、評価値見るときつそうで、このあたりはほんと将棋終わってるっていう感じかな。まあちょっと常に先手離れててきついので、まあ以下はどうしようもなく負けてしまったっていう感じですね。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よければ高評価コメントいただけると嬉しいです。ありがとうございました。